ハマダラカは、カカ、ハマダラカアカ、ハマダラカ族に属する昆虫の総称である。世界におよそ460種が知られている。そのうちおよそ100種が人にマラリアを媒介できるが、一般にマラリア原虫を人に媒介しているのは、そのうちの30から40種である。ハマダラカで最も知られている種は、マラリア原虫の中でも最も惑星である。 熱帯熱マラリア原虫を媒介するバンビエハマダラカである。マラリアかともハマダラカ族の学名はギリシア語のアントフィローズから来ており、無益なを意味する。また、ハマダラカという和名は羽に白黒のマダラ模様があることに由来している。ハマダラカの中には犬市場虫やフィラリアの一種であるバンクロフト市場虫、マレー市場虫、オニョンニョン熱を発症させる。 ウイルスの媒介者となるものもいる。また、別族の蚊の仲間もこれらのウイルスの媒介者となることがある。ナミカアカとハマダラカのクレードは約1億5000年前に分岐したと考えられている。また、旧世界と新世界のハマダラカの種はおそらく9、500万年前頃に分化したものと見られている。そして、 同じアフリカ大陸に生息するバンビエハマダラカとエイフーネスチャズのクレードはおよそ3608-0000前に分化したと考えられている。ハマダラカのゲノムサイズは 230-284MBP で似たサイズのゲノムを持つ症状場へと比較されることがある。しかし、パノカの仲間のゲノムサイズに比べると小さい方である。ハマダラ家族は ハマダラ家族の他に、オーストラリア大陸、ニューギニア島に分布するバイロネラ族と中南米に分布するチャガシア族を含むハマダラカ赤に属する。この分類群が初めに提唱されたのは1901年で、形態的な特徴のほか、染色体の違いによっても区別された。多くの科において、コアゴヒゲは、オスは長く、メスは短いが、ハマダラ家族の科は、雌雄ともに長い。 ハマダラ家族は、オスの生殖期を構成する、大急複節生殖子の生殖季節の形態の違いなどによって、さらに7つのア族に分けられる。まず1915年に、ア族のうちの3つ、ニスリンカスが、クリストファーによって記載された。1932年には、エドワーズが、ステターミは、ア、カートスナの2つのア族を記載。1937年には、 ラフォッポドミューア族が記載され、さらに近年の調査によって2005年にバイマイア族が新たに記載された。それぞれのア族に含まれる種数は、セリアが216種で最も多く、ついでアノフェレスが206種、ニスリンカスが34種、カートスナが12種、ラフォッポドミューア6種、ステターミュア5種、そしてバイマイアが一種とされている。日本列島では、 多天浜だらか家族2種、浜だらか家族10種の計12種の分布が記録されている。他の蚊の仲間と同様に、浜ダラカの生活感は4つのステージによって成り立っている。卵からサナギまでは水中で過ごし、その期間は,は通常54日である。成虫になると、メスの浜ダラカはマラリアの媒介者となる。メスの成虫は1ヶ月以上生きることもあるが、 通常自然界では1、2週間程度の寿命しかない。メスの成虫は1回の産卵で5200個の卵を産む。卵は左右対称の長いラエ体で左右両側に不能を持ち、水面に卵海を形成せずにバラバラに産み落とされる。成虫で同定困難な互いに酷似した禁煙種でも不能の形状や文理が種によって異なることが多く。 卵の形質のみが童貞の手がかりになることがある。卵に乾燥体制はなく、通常水面を浮遊しながらに3日で孵化に至る。ただし、低温条件では孵化に2から3週間かかることもある。浜田ラカの幼虫浜田ラカの幼虫は、接触のために発達した頭部と大きい胸部を持つが、足はない。また他の蚊の幼虫とは違い、浜田ラカの幼虫の1体の肝は、 第8複節背面から伸びる呼吸管先端にでは、なくこの節の背面の平坦なき門番に開き、また口述の方法で、水面直下の浮遊物を接触する。そのため、他の蚊の幼虫のように呼吸管の先端で、水面下に斜めに懸水する形で定位するのではなく、多くの時間、水面直下にて水面と平行に定位する。腹部の主毛の一部が節ごとに体をなす。 カエデの葉のような手のひら状毛に変化し、これが、門板と共に水を弾いて水面からの懸水を助け、水面と平行な定位を可能にしている。幼虫は接触に際しては、水面直下に背面を上に定位したまま頭部を180度回転させ、頭部下面の後期を水面に当てがい、後期前方のブラシ状の口化けを動かして、水面直下に浮遊する藻類やバクテリアなどを、 呂化接触している。移動の際には、口化けを使いながら、全身をくねらせて泳ぐ。幼虫は4例まで成長し、その後さなぎになる。隠霊の終わりには、脱皮を行い、外骨格を脱ぐことで、さらに成長する。ただし、ほとんどの浜だらかの幼虫は8ミリメートル以上の大きさに成長することはない。浜だらかの幼虫は、炭水出現、遠生湿地。 マングローブ林、水田、速攻、川の沿岸、水たまりなど様々な環境に生息しているが、ほとんどの種は澄んだ水を好む。サナギを横から見ると、コンマのような形をしている。サナギの状態では、頭部と胸部が合着して頭胸部を形成し、この背面から出る一体の呼吸管を水面に出して、呼吸を行っている。サナギになってから2から3日経つと、 配足の外皮が避けて、そこから、成虫の浜ダらかが現れる。浜ダらかが、卵から成虫になるまでの期間は種の違いや、外気温の違いによって異なるが、最短で5日である。しかし熱帯性気候であれば、通常成虫になるまで10から14日かかる。成虫は、他の科と同様胴体が細い。胴体部は、昆虫の通例通り頭部、胸部及び、腹部の3つに分けられる。 頭部は接触機能を担うほか、二つの目と触覚によって外部情報をキャッチしている。触覚は吸血相手の匂いを捉えるほか、メスが散乱する場所の匂いも探知している。また頭部には餌を取るために新調した興奮と感覚器官として用いられる一体のコアゴヒゲがある。コアゴヒゲは波か赤の通常のカと異なり、メスでも 興奮とほぼ同じ長さにまで伸長している。胸部には3体の足と1体の羽根、1体の平均根があり、移動手段として機能している。腹部は食物の消化と卵の産生を行っている。メスが食物を捕食した際には腹部が大きく膨らむ。血液は卵巣の成熟を促し卵を作るためのタンパク源として供給される。浜だらかは メスでもコアゴヒゲが興奮とほぼ同じ長さになること、羽に臨辺によって形成されるマダラ模様が発達する一方、羽と足以外の部位に臨辺が非常に少なく、特に腹部の大部分に臨辺を描くことで、他の蚊、つまり波アか特別される。また成虫は、止まって休む際に腹部を急角度で浮かせ、斜めの倒立状態で定位することが多く、その点でも他のかと、 区別できる。成虫の浜だらかは、さなぎから出てに3日の間に交尾を行う。ほとんどの浜だらかは、オスが夕暮れ時に群れを作り、メスが交尾のためにその群れに加わる。オスの寿命は約1週間で、花の蜜など糖分に富んだ液体を餌にしている。メスも蜜をエネルギー源にしているが、通常卵を作るためのタンパク源として、血液を必要とする。 十分な量の血液を吸うと、メスは数日かけて血液を消化し、卵を作る。卵の酸性量などは温度に依存するが、熱帯気候であれば2から3日で十分に卵を作る、することができる。卵を産み終わったら、メスは次の吸血相手を探して飛び回る。このサイクルは、メスが死ぬまで続けられる。通常寿命は1から2週間であるが、1ヶ月もの。 間生存するることもある寿命は気候や湿度によって異なる。また、血液を吸うことができるかどうかによっても寿命は異なってくる。浜田らか各種の生息域浜田らかによるマラリアの感染が確認されている地域は現在のところブラックアフリカなど熱帯地域の一部に限られているが、浜田らカ族の種はより高位の地域にも多く生息している。実際に 過去にもマラリアの流行はより寒冷な気候の地域でも起こっている。例えば1820年代にはカナダのリドウ運河でも流行したし、日本でも明治時代に北海道の開拓地で流行が見られた。それ以降は第一世界ではマラリア原虫は駆逐された。アメリカ疾病予防管理センターはマラリア原虫を媒介する浜田らかはマラリアの流行地域だけではなく、 マラリアが撲滅された地域でも発見されていると警告している CDC は一度撲滅された地域でも浜だらかによってマラリアの再導入が起きる可能性があると危険性を訴えている。日本列島においてもマラリア原中に感受性があり各地でかつてマラリアの流行に寄与した種の浜だらかが依然として個体群を維持している。 2019年4月24日付の韓国の新聞中央日報は韓国のマラリア患者は2015年に628人まで増え2017年は436人に減った昨年は501人で再び増加したとマラリアを警戒する記事を掲載この記事は同時に韓国は経済協力開発機構国家でマラリア発生率1位であると述べている また、韓国の土着型マラリアはいずれも3日、熱マラリアだ。患者の89%は、急戦ライン境界地域で発生する。蚊が活発に活動する後から10月に集中的に発生すると、朝鮮戦争の急戦後に非武装無人地帯となった38度線に沿って形成された自然環境から、浜だらかの亜種が発生しているらしきことも報道されている。 ハマダラカの中には病気の規制をほとんど媒介しないためマラリアの感染源とならない種もある。研究の際にはマラリア原虫の規制に抵抗性を持つガンビエハマダラカの編集を用いることがある。この編集にはハマダラカの腹に侵入したマラリア原虫を排除する免疫反応があり、研究者がその遺伝的メカニズムを研究している。将来的には 遺伝子を改変したマラリア原中抵抗性のハマダラカが野生種と置き換わることによってマラリアの媒介が制限されることが期待されている。ハマダラカの生態や行動が明らかになるにつれマラリアがどのように伝染されるのかまたその伝染はどのようにすれば制御できるかについての知見が深まっていった。ハマダラカがマラリアを媒介する要因としてはハマダラカが マラリア原虫に感染しやすいということがある。2007年12月21日、ベンガル湾に生息するナマコの一種であるグミから、溶血性のレクチンであるセル3が発見され、その遺伝子を組み込んだステフェンスハマダラカは、マラリアの寄生に対し、抵抗性を持つことが明らかとなった。このことは、将来的に遺伝子を改変したハマダラカが、野生種に置き換わることで、 マラリアの蔓延を食い止められる可能性を案に示している。しかし、遺伝子改変動物を自然界に話す科学的、倫理的な問題も多いため、それを実現することには困難が伴う。浜だらかの行動における重要な点として、浜だらかは人や牛の血を好んで栄養源とすることが挙げられる。人寄生性の浜だらかは、よりマラリアの媒介者となりやすい。 ほとんどのハマダラカは、人や牛の実に栄養源を頼っていない。しかし、アフリカでマラリアの媒介者となっているカンビエハマダラカや A、フーネスチャズは、とりわけ人寄生性が強いため、より効果的なマラリアの媒介者となっている。マラリア原虫がハマダラカに取り込まれると、人に感染する前に、ハマダラカ内で繁殖を進める必要がある。 ハマダらか内で繁殖するのにかかる期間はおよそ10、21日である。もし機種である、ハマダらかの寿命が潜伏期間より短ければ、人や牛にマラリアを感染させることができない。野外でハマダらかの寿命を正確に測定することは困難であるが、1日の生存率を測定することによる間接的な生存期間の推定は、ハマダらかの何種類かで行われている。 例えば、タンザニアのガンビエ浜ダらかは、1日の生存率が77%から84%で、ある浜ダらかの成虫の生存率は一定であるため、この生存率から10%以下のガンビエ浜ダらかのメスだけが、マラリア原虫の潜伏期間である2週間以上、生存していることが推測される。もし1日の生存率が90%に上昇すれば、 20%以上のハマダラカのメスが、マラリア原虫の潜伏期間である2週間以上、生存していることになる。殺虫剤による駆除は、屋内で治をする、ハマダラカを殺すための手段の一つである。しかし、殺虫剤に長期間さらされると、ハマダラカモタの昆虫と同様、何世代かを経て、殺虫剤に対して抵抗性を持つ、可能性がある。ハマダラカは、 世代時間が短いため強い殺虫剤抵抗性を持つ浜田らカがすぐに出現する可能性もある他の科では殺虫剤を導入して数年で抵抗性を持つカが出現したという記録もある125種以上の蚊が1種類以上の殺虫剤に抵抗性を持っているという記録もあるマラリア撲滅キャンペーンでは殺虫剤の使用をマラリアの撲滅の 主な手段として掲げているが、抵抗性を持つ、浜だらかを広めないためにも、殺虫剤の使用は限定的にするのが賢明であると言える。ありがとうございます。